方に行くんだ。何か新しいこと起こるかな。行動の先にこんな場所があったなんて。ああ。あれはクリント王国の遺跡？すげえ。何なんだあれ。島からそう遠くない入り江なのかな。こんな遺跡がなんで今まで見つからなかったんだろう。湖の潮流が狭い入り江の手前で巻いて船を近づけないのだろう。しかしそんなことより、ああ参ったな。まさか今見つけちまうとは。見つけるって何をですか？私たちの目的だよ。さっきの坊主がフィルフサに出くわしたと聞いて、もしやと思ったが、大当たりだ。もしかして、この遺跡の中に？そうだ、間違いなく。ここに異界への門がある。悪魔の野の本命は、もっと北だと思っていたんだがな。ボスの野郎、こんな見るからにヤバい場所にひょいひょい入っていっちまったのかよ。フィルフサがどこに潜んでいるかわからない。さらに用心して進むぞ。あれ、風がどこから吹いてくるのかな。せーの。大抵の植物は食べられる。毒のあるのもやり方によってはな。取れたよ。よー、必ず勝とうね。はっ、行きます。行きます。そこだ。リラさん、援護します。リラさん、お願いします。行くよ。ガラ空きだ。それ、それ今がチャンスね。それ、そこだ。行きます。ライさん、やってみろ。任せる。そこだ。ライザ、一緒に行きます。ラ
ないぞ。やってみろ。そこだ。行きます。これならどう？こいつも食らえ。行きます。そこだ。そこだ。そこだ。行きます。行くよ。そこだ。そこだ。行きます。行くよ。それそこだ。そこだ。行くよ。行くよ。ライザやってみろ。はっ、行きます。そこだ。そこだ。さあどんどん進もう。演奏も上手くなってるかな。まだまだ強くなるよ。必ず勝とうね。そこだ。はっ、行きます。行くよ。はっ、はっ、行きます。ライザやってみろ。そこだ。そこだ。ライザ一緒に。そこだ。これならどう？はっ、はっ、立てる。独特の匂いがする。よいしょ。俺は剣があればいいけど、やばくなったら爆弾も。そうね。よーいしょ。うーんしょ。よーいしょ。さ、一気にやっちゃおう。やってみろ。そこだ。行くよ。それライザ一緒に。そこだ。そこだ。それ行きます。だそこだ。はっ、はっ、行きます。行くよ。そこだ。それそこだ。はっ、それ連射。そこだ。そこだ。はっ、はっ、次に行こう。そうね。取れたよ。何が出るかな。必ず勝とうね。
こだそこだそれ行きますそこだそれそれそれそこだそれライザ一緒に行くよ行きます行きますまた行きます行くよ行くよ行きますそこだ行くよ行きます行くよ次に行こうさあ必ず勝とうねいくよ行きます、そこだそこだクラウディス、クラウディスするよお願いこいつも食らえっ次に行こう立ち止まっている時間はない持ってると金属が擦れても肌が引火するかもしれない。よーいしょ。中身はなんだ？宝石だろこれ。売って小遣いにしようぜ。でも買ってくれる人がいねえか。よいしょ。新しく行けるところが増えたね。どこに行こうかな。どこに行く？敵の気配を感じる。去ってくれればよいが。クラウディア、任せる。クラウディア、お願い。
光が満ち溢れて。ライザ、やってみろ。ライザ、意識して。いくよ。それ。そこだ。それ。いくよ。行きます。それ。そこだ。そこだ。次に行こう。気をつけて戦わないと。それ。行くよ。そこだ。そこだ。取り上げて。行くよ。クラウディア、お願い。クラウディア、任せる。そこだ。クラウディア、お願いするよ。行くよ。行くよ。そこだ。鮮やかな黄色で。クラウディア、行くよ。そこだ、そこだ。行くよ。そこだ。行くよ。そこ、クラウディア、そこだ。お願い。力強く行くよ。クラウディア、任せ。そこだ、そこだ、そこだ。行くよ。援護するよ。仕掛ける。私はどんなだったのかな。油断はするなよ。そこだ。行きます。行くよ。行くよ。クラディア、お願い。そこだ、そこだ。行くよ。そこだ、そこだ。優雅に行くよ。ライザ、一緒に行くよ。
やってみる。そこだそこだそこだ。これこれ、いくよ。そこだそこだそこだ。いきます、いきます。そこだそこだそこだ。いくよ、ライザー、一緒に。それ、そこだ、いくよ、いくよ。これそこだそこだ、いくよ。まだまだいけそうだね。上手くなってるかな。まだまだ強くなるよ。やあ、必ず勝とうね。そこだそこだ、行きます。それそこだ、はっ。それまだ行くよ。行きます。皆さんお願いします。皆さん援護します。行くよ、行きます。くれてやる、行きます。それ行くよ、そこだ、行きます。そこだクラウディア、そこだ行きます。クラウディア、任せるぞ。さあどんどん進もう。油断はするなよ。そこだ、はっ。それ行くよ、行きます。ライザーやってみろ、行くよ。クラウディア、お願い。クラウディア任せる、もう大丈夫。こいつも食らえ。
一気にやっちゃおう。行きます。そこだ、行きます。それ、なんだ、行きます。ライザー、行くよ。一緒に、それ、行きます。剣の腕を磨くいい機会だ。それ、やあ、虫は食べられる。必要な時にためらわずに行け。毒虫だろうとやり方次第だ。せーの、やあ、そーっとそーっとね。気をつけて戦わないと。そこだ、そこだ、行くよ。そこだ、そこだ、行きます。なんだ、行きます。行くよ。そこだ、皆さん、皆さん、援護します。それ、行くよ。行きます。行きます。そこだ、連射、行きます、行きます。ライザー、やってみろ。そこだ、ライザー、そこだ、一緒に、それ、それ、行くよ。行きます。そこだ、それ、次に行こう。あるはずだよ。気をつけてね。やあ、毒があるから気をつける。よし、あった。間違っても口に入れるな。油断はするなよ。そこだ、行くよ。行きます、行きます。なんだ、行くよ、行きます。行くよ。まだまださあ、どんどん進もう。これ、毒があるんじゃねえのか。おいおい、触っちまったけど大丈夫かよ。やあ、やあ、この木材で何作ろうかな。だ、いろんなの作れそうだよね。やあ、一気にやっちゃおう。そこだ、行きます。行くよ。それ、やめて。そこだ、そこだ、行くよ。行くよ、行くよ、
異界への門なんてこった。封印として働くはずの聖堂が崩落しちまってる。門が開いた原因は湖による侵食か。ここまで見つからなかったってことは、まさかボースはこの先に。ああ、間違いない。別の大きな何かが彼を追った後もかすかに残っている。フィルフサに追われて門の中に。それってボース君が異界に行ってしまったってことだよね。ああ、そういうことだ。結婚がないのは不幸中の幸いってやつか。あいつ逃げ足早かったんだな。いつもふんぞり返ってるから知らなかったよ。行くよね。そりゃそのためにこんな怖いところまで来ちゃったんだし。止めろとか帰れとか言うには遅すぎると思うな。クラウディアも度胸がついてきたな。もうダオ以上なんじゃないか。覚悟を決めているところに冷や水浴びせて悪いが、異界はあのフィルフサがうろつく危険な場所だ。だから決して気を抜くな。私はアンペルの護衛に専念するから、お前たちの手助けはできないぞ。分かってる。自分のことは自分ででしょ。見てろよボース、かっこよく助けてはがみさせてやる。本当、こんな目に遭うなんて少し前までは想像もしてなかったな。私も。でも後悔とかは全然してない。させる暇なんてあるわけないでしょ。おい、手本見せる暇くらいは作れよな。では行くか。といえばふさわしいけど。タオ、あまり人の故郷を悪く言うもんじゃないぞ。人の故郷？不気味な異界。そうだな、お前たちはそう感じ、そう呼ぶしかないのだろう。しかしこの森には昔もっと違う眺めと名があった。心を温める美しい眺めとなった。リラさん、まさかここがリラさんの故郷なんですか。ああ、かつてこの森は水をたたえ、世界には常に明るく日が差し込んでいた。遥か遠くの地にフィルスさんも住んでいたが、お互い干渉することはなく皆平和に暮らしていた。
私の一族はここで生まれ暮らしていた。オーレン族だったな。勇猛で誠実な連中だった。リラさん、その、ごめんなさい、僕。気にするな。お前たちがそう感じ、そう呼ぶしかないというのは、皮肉でなく、単なる事実だ。それでも、やっぱり、悲しいです。今は先を急ぐが、大まかにでも話しておくべきだ。いいな、リラ。ここまで来て、今更何を隠す必要もない。ここに暮らしていたオーレン族はクリント王国とフィルフサに追われ散り散りになってしまった。リラは門を通って私たちの世界に逃れてきた。そこで私と出会い門を封じる旅を始めた。以上。大まかすぎる気がするけど、なんとなく分かっ…ん？クリント王国？さっきのって、リラさんのご先祖様のお話だったんですか？いや、私が直に体験した私自身の過去だ。リラさんって、おいくつなんですか？女に年齢を聞くな、失礼だぞ。オーレン族は私たちより長生きなだけだ。だけですか？私から見ればアンペル、お前もあの世界基準だと相当な若作りだと思うがな。え、そうなの？男にも年齢を聞くな、無粋だろ。さあ、だべっている暇はないぞ。追跡再開だ。なんだかうまくごまかされてないよ。よし、あった。
コを食べられる。毒キノコだろうと、やり方次第だ。油断はするなよ。はっ、行きます。えい、行きます。あた、それそこだ、そこだ、行きます。ライザー、ライザー、やってみろ。一緒に当たると痛いよ。そこだ、そこだ、それは負けないさ。立ち止まっている時間はない。こんな木でいいのか？一気にやっちゃおう。行きます。はっ、行くよ。行きます。えい、任せる。そこだ、行くよ、行くよ。光よ、そこだ、打ち破る。行くよ。はっ、はっ、こいつも食らえ。Thank you.
一緒に。それ。そこだ。行きます。少し危なかったね。怪我はない？やあ！なんだか神秘的ね。やあ！気持ちになるわ。何が出るかな。キラキラしていて綺麗ね。宝石が嫌いな女の子。なぜここに？なぜじゃねえよこのバカ！追いかけてきたに決まってんだろ！余計なこと。余計じゃない、分かってるんだからね。そういう無茶を私たちに見せつけようとしてるの。本当にあんたは昔から。お前こそ昔から。そうだ、お前たちランバーと出会っていないか？大丈夫、追いかけてる途中で出くわしてちゃんと安全な方に逃がしたよ。そっか。どうやら親分として最低限の義務は果たしたみたいだな。これでぶっ倒したフィルフサの上に立ってりゃ俺たちも悔しくて地団駄踏んでたところだ。ああ、結構心配したんだからね。ボースの仲間たち。あなたは？そうだ、それにこの場所は？ここは私の活動拠点。彼がフィルフサに襲われてたから私が保護した。少年を助けてくれて感謝する。私は白菓子族のリラ・ディザイアスだ。勇猛無比の白菓子族、生き残りがいたのね。私は霊騎士族のキロシャイナス。会えて嬉しい。キロはこの誰もいなくなった土地でたった一人フィルフサと戦い続けているんだ。自分が信じる者のために自分の命を懸けるだけ、誰でもやっていること。リラ、ここは一体どういう土地なんだ？今までの門から入った場所とは明らかに違うが。ここは我らオーレン族の聖域、森を潤す水源地だ。こんなにここに近い門があるとは知らなかった。水源地？どこにも水なんかない。むしろカラカラに干上がってるように見えるけど。長くてひどい話をしよう。今から数百年前、水と緑に恵まれたこの地に侵略者が攻めてきた。フィルフサか？いや、門を開いて現れたクリント王国の人間たちだ。え？おそらくいくつもの異なる世界に門を開き、その中に役に立つ場所がないか探していたのだ。そしてこの地は選ばれてしまった。以前話したクリント王国衰退の理由を覚えているか？確か王国は門の力で2つの世界をつなげて異界から珍しい資源を持ち込んだ。資源の力で王国は栄えて、
門をいっぱい作ったら、その門からフィルフサが溢れ出した、だっけ。そうだ、その資源がこの地全域に散在している。魔石とは比較にならない純度を持つ砂粒ほどの結晶だ。ただ結晶自体が希少な上に、水に恵まれたこの地は採掘に不向きだった。どこを掘っても水があふれるからな。そこでクリント王国の連中はどういう方法を使ってか、この地から全ての水を奪い取ってしまった。一地方全体から水を奪う、そんなことが。おそらくは錬金術の力による現象だろうが、そのあたりの経緯はよくわからん。私は見てないけど、王国のものが渦巻く白と輝く青に全ての水を吸い込んでしまったと聞いてる。渦巻く白と輝く青、その情報は初めて聞くな。白と青ってのは高度な錬金術で作られた古式品か。とにかくこの地からは水が奪われ、王国の連中は心置きなく資源の採掘作業に勤しみ、やがてその高すぎる代償を払うことになった。水を嫌っていたフィルフサの大軍が虫歯みの女王に率いられ、枯れた川を越えてやってきたんだ。あっという間にこの地からクリント王国の人間は駆逐された。しかし結局水は戻らなかった。先の話から察するに、古式秘具を持ち去られたためだろう。全ての水はそこに留まったままなんだ。まさかそんなことが。後にはボロボロになったオーレン族とフィルフサのストッカしたこの大地だけが残された。それでも我らは長い間戦い続けた。フィルフサに怪我され変貌した故郷を取り戻すために。しかし数十年前、我が白菓子族もついに敗れ、私も重傷を負って敗走した。そうして残されていた門の一つから私たちの世界に迷い込み、私と出会ったというわけだ。その後二人で王国の遺跡に残された門を探しては封印する旅を始めたの？ああ、全ての元凶たる門を封じ禍根を断つ、そう王連族として誓った。だからこの聖地で一人勇敢な抗戦を続けるお前に同胞として協力することが私にはできない。謝らなくていい。それも王連族としての戦い、私はあなたの戦いを尊重する。まずはボースを無事に連れ帰って。彼の心配をしながらじゃ私は戦えない。すまない。責めているんじゃないし、やっかんでもいない。何も知らない君には無事に帰ってほしい。違う、そうじゃないんだキロ。ボース、キロが言った渦巻く白と輝く青そのものを俺は家の離れで見たことがある。どういうこと？俺の家が村の水源として隠している、それからは常に水が湧き出していた。間違いない、あの水はここから奪ったものなんだ。ああ、私たちの村のブルネン家から湧いてる水がここから奪ったもの。
しょうがないけど、やっぱりみんな考え込んでるね。うん、みんな自分が大きな何かに触ってる気がして、ちょっと怖くなってるんだよ。ボース、君の見たものがそうだったとしても気にしすぎないで。君が悪いわけじゃない。ああ、分かってる。どう思う？この地に水を取り戻す方法が見つかったのか？もし本当にそれが叶えば。アンペル、あまり器用な。起きたことをすべて何もかも背負っていては潰れてしまうぞ。異界にフィルフサ、クリント王国にオーレン族、極めつけに村の水源は古式ヒグか。ボースを追いかけてきた。それだけだったはずが、いつの間にかな。正直頭が追いつかねえよ。こんな時に何を。綺麗。こんな笛の音初めて。アンペル、お前も心をくつろげて聞いてみたらどうだ。そんなガチガチになっていたか。これがクラウディアのフルート。やっと聞けたな。遥かこの空の中、同じ祈り続けてた。君と出会えた奇跡、守りたい光が果てるまで。心地よい時を過ごさせてくれてありがとう。そのお礼にせめて門まで送っていく。はい、お願いします。やあ、もう神秘的でいいな。ごめん。もう。あ。すまないが。
今度は怪我をしないくらい強くならないと来てはダメ。それは世話を焼かせるなってことか。多分そう。ボス、手を。これは綺麗な宝石。フィルフサを数多く倒した者が稀に得る戦士の証。生き抜く強さを心にくれる。キロ、助けてもらった恩は必ず返す。水をきっとここに戻すから、待っていてくれ。君がそう言うなら信じる。キロシアイナス、お前の戦いに加われないことは心苦しいが、せめて調査は急ぐつもりだ。気にしないで。近くのフィルフサはほぼ片付けた。女王の城から新たな群れが来るまで私も休むつもり。女王の城？クリント王国が本営を置いていた城が北方にある。今ではそこが虫歯みの女王の巣になってる。なるほど。そこを攻めれば大侵攻を未然に。いや、どの道我々の戦力では無理か。あまり無茶なことを考えるなよ、ビーラ。私たちにはまず先にやるべきことがあるだろう。分かっている。ボース少年の証言したものが真にクリント王国の古式秘具かどうか見極めればな。任せてくれ。近いうちに必ず機会を作る。おお、なんだか妙に格好つけるようになっちゃって。ちゃかさないの。さあ、ひとまずお別れしよう。また会う日のためにね。うん、やっと元の世界に帰れるんだね。君たちに日の加護と月の導きがあらんことを。暑い、眩しいけど、これだよね、私たちの空って。ああ、ほんのちょっと出かけただけなのに帰ってきたって感じがするな。こっち側にフィルフサが入り込んでるってことはないよね。見渡す限りでは大丈夫なようだ。この遺跡もじっくり調べたいところだが、それはまた今度だな。大冒険だったね。のんきなこと。もう遊びじゃなくなったのはお前も分かっているだろう。うん、ただ思ったことはちゃんと言っとかないと。またこじれたら嫌だからね。もうこじれてないってのか。お互いこうやって言い合える程度にはなっちまってるだろ。ほんと、どういうわけか。まだクラウディアに言われたみたいな喧嘩中ではあるんだろうけどね。アイザ、とりあえず僕としてはからかったりいじったりはいい加減やめてほしいかな。そんな恥ずかしい真似をするものか。誰に見せつけるでもなく、ただ一人で強くあり続けたあの人、俺は見てしまったんだから。尊敬しているという意味だ。まあ、あの人もボースの勇敢さは認めてくれるんじゃないの。なんせ私たちをここまで。ここから先の異界までどんどん進んで引っ張っていったんだからさ。勇敢さか。それを示すとしたらこれからだ。ブルメンクの男、いや俺自身が。お前たち、おしゃべりは後にしろ。
そこは門だ。最悪フィルフサが飛び出すぞ。そうだった。早く帰ろう。まったく、まだまだ世話が焼けるな。どこに行こうかな。